本日の試合は夏のホームラン祭りになっております。大花火大会ですね、これね。はい、計6本のホームラン、お楽しみください。まあ野球の醍醐味ですからね、ホームランね。はい、それでは1回表の攻撃、1番マスピがいきなりこのあわやホームランかというような打球が飛んでいくんですが、うん、まあファールボールで切れたと。でその後フルカウントからこのお手本のようなセンター前、ね、欲張らないですね、しっかりねこうボールにアジャストしてきますね。はい、あさすが東海大相模ですね。でその後相手投手の、フォアボール先制した後、私がおっとこれも打った瞬間いい角度で上がりましたね、はい、もうここの画面ではよく捉えることはできないですけど、裏部のドヤという顔がもう目に浮かぶようなね、この打った後のねバット投げでしたね。ちょっとね無意識にねあの動画を見て恥ずかしいことにバット投げしてましたね、うん、何もしてないかと思ったんですけど普通にやってますね、ちゃっかりやっちゃってますね、お恥ずかしいですはい、これで、満塁ホームランが出た後ですね、うん、まあ、久保田キャプテン久保田が続けざまにタイムリーツーベースで、さらに1点を追加しまして、初回7得点で好スタートを切ります。相変わらず打線は好調ですね。はい、そしてですね続く3回、このイニングは1イニングで4本のホームランが飛び出る。1イニング4本。はい、まず松木。松木がこれも打った瞬間手応えのありそうな、まあ、やっぱり打球の角度がいいですね。はい、これがですね、デッドボールの後、ランナー1塁に置いた後のツーランとなります。続く新加入北沢のヒット、うん、そしてフォアボールがあり無視1・3塁、ここで4番の大垣が打席に入り、この一発です。これもいい角度ですね。大垣もね力があるんでね、やっぱりこの壺に入った次の打球はすごい打球を飛ばしますね。はい、まあ体格で言ったら本当チーム1と言いますか、うん、趣味はウエイトトレーニングっていうぐらいの男ですからねもう本当ゴリゴリのね、うん、胸板がもうしっかりバットを振らせてくれてますよね。はい、さあこれではまだ終わりません。本日先発の今井がですね、これでヒットで出ます。はい、レフト線に落ちるヒットで、出ると、さらにフォアボールで、ツーアウト満塁として、またも松木がこの一発、センター方向へ伸びて伸びて伸びて入ると。はい、うん、これが、まあ、私塁上にいたんですけど全く落ちないんですよね、なんというか、まあ、打球がいい回転で伸びていったっていうことですね。はい、やはり、引っ張り方向ではなくても、うん、その回転うまくかかってるとああいう打球になっていくもんですね。打球が伸びていくっていうことですね。はい、この、一発がありこれで3本目、このイニング3本目となるんですが、続く久保田が2者連発。ね、久保田もいいバッティングはしてますけどね、広陵高校にできなかったことを今やってるってところでしょうね、これね。そうですね、広陵高校時代はですね、もうお前はショートゴロ打っとけと、うん、ショートゴロ打っとけのその呪縛から解放されたら男はこうなっちゃいますね。まあ楽しくやってるんでしょうね久保田もね。はい、ね、恩師中井先生にこの姿を見せてあげたいですね、これね。まあ、怒られるでしょうね、お前はショートゴロ打っとけってねこれも、はい、これが3番北沢がヒットで、チャンスメイクするんですが、この次の回もですね、コンがポテンヒットで出るんですが、この、ヒットでは得点につながらず、うん、17対、はい、17点の得点のまま、最終回を迎えまして、うん、キャプテン久保田なんですよ。まさかまさかなんです。
いやはや久保田俊の柵越えすら見たことなかったんですけど、はい、それが2打席連発ですよ。2打席連発本人も気持ちいいでしょうねこれね、はい、なんか打った瞬どこにそんな力があったんだとね、はい、打った瞬が詰まったって言ってたんですけど、うん、超えてきましたね。そこはちょっとイラッとしますね。イラッとしますね。この顔見てください。どやっていう顔ですか、ね、本当に、ね、はい。そして守備の方はですね、先発今井がですね5失点しながらも、うん、志願の完投、志願の完投、はい、打たれる場面も、ね、こう、まあ、緩い球しか投げられないのか、ね、緩急をつけているのか、ねまあ、でもね、しっかり仕事をしていると、まあ、ピッチャーは、ね、もちろん打たれることもあるんでね、はい、まあ、無駄なフォアボールを出さないということであればね、こう今井選手もしっかり自分の仕事はしているということですね。はい、まあ、この炎天下の中ね、本当投げますということで投げていただきまして、うん、この超スローボールで相手打者を翻弄しましてストライクを稼ぎ、うん、しっかり試合を作り勝利投手で試合を締めました。バッターボールが来ない待ちきれないと打たせて取る鏡みたいじゃないですかね。はい、この試合も18対5で前田レンジャーズが、まあ、打ち勝った試合になりました。相変わらず打線はつながるというところでね、仕上がってきてますね。はい、うん、岡島レッドソックス岡島秀樹さんのチームとも、うん、はい、試合が控えておりますので、そうですね、そこに向けてしっかり準備していきますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、またね野手の人にはしっかり、ね、打線その打撃 の、ね、その好調さを維持するようにね、しっかり頑張ってもらいたいですね。はい、それでは本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。メジャーリーガー日本のプロ野球選手も使っておるこう計測器ラプソードをですね、球児たち、これからの球児たちにですね、いろんなものを計測、そして彼らの成長につながればいいかなという活動もやってまいりたいと思いますので、前田も指導に行ったり取りを図って、こういうことが勉強になるよ、こういう風にしたらもっといいよというようなことがねできるかなと思いますので、ぜひそちらの方もですね待っていますので、ラプソード計測やってみませんか。